はい、というわけで今回は SWCC の動画になっておりますね。ここ最近はね、ちょっとマグがね、アーセナル言っておりましたけれども、今回の SWCC でやるのはこちらでございます。シャビ5凸いきたいと思います。本当はね、この間の動画に混ぜる予定ではありましたがね、ちょっとね、分け合って使われませんでした。まずはじゃあ1凸目はアイテムで、間違えないようにね。はい、まず1凸目、2凸目、ちゃんともうアイテムは買っておきました。はい、3凸目で、こちらがあります。シャビ、2体ゲットしていたので1体はこちらのシャビを使わせていただきます。もったいないっていう意見もあるかもしれませんが、ちょっとゴールドコインが捻出できませんでしたのでね、旧シャビじゃないやね、シャビダブリを使わせていただいて、こちらフリー5凸アイテム使わせていただきたいと思います。2ヶ月分ここに使わせていただいて、シャビ5凸完成でございます。ティキタカの体現者でございます。ちょっとね、まだね、育成がね、ちょっとね、全然滞っていてね、こういうところはね、エンジョイ勢ですよね。なかなかにね、進みが遅いですけれども、それでも5凸で1万5000なんだ。それでもマグは急に強くなれる。はい、というわけで、シャビ5凸で挑む SWCC となっております。いやいやいや、でもね、先ほど見たとき、1凸目、2凸目のアイテム、もう1個ありましたよね。そうです、もう1人いきます。いやいや、どうしようかなとは思ったんですけれども、使ってないっていうのはね、事実なので、もう行きましょう。はい、ロナウジーニョも5凸で挑む SWCC。ねえ、どうなることやら分かりませんけれども、使っていきましょう。いや、まだね、スキルも覚えさせてないのよ。ねえ、もうちょっとね、いまいちなのはね、しょうがないんですけれども、こればっかりはね。はい、じゃあ1凸目。使っていきましょう。ブラジルのね、ロナウジーニョは使わないです。はい、まずは1凸目。まあ、なんだかんだ言ってロナウジーニョ好きなんだよね。やっぱりブラジル人選手は好きなんですよね。はい、2凸目。そして左ウィングバージョンのロナウジーニョが全く使われていませんでしたので、今回投じます。一気に5凸。いやいやいや、この方法で今回はシャビとロナウジーニョを5凸で挑みたいと思います。ザ・ピッチ・ウィザード。ね、名前はかっこいい。ピッチの魔法使いってところですか。ね。さあ、まだね、この2人完璧な強さではございませんけれども、5凸には持っていきましたよ。ね、これでバルセロナとしてプレイしていただいて、これからもマグのチームを活性化してください。はい、そして1万5000。まだね、アクセサリーも入れてないでしょ。だからまあ、もうちょっとね、強くなると思いますよ。はい、というわけで、ロナウジーニョとシャビ、ともに5凸で挑む SWCC となっております。はい、どうも、マグマグマグロンと申しまーす。はい、というわけで今回は、第57回 SWCC やっていきたいと思います。先ほどお伝えした通り、中途半端ではありますが、まだスキルも与えてないしね、2つ名もいまいちでしたし、自責特訓もいまいちなままではございますが、シャビとロナウジーニョを5凸して挑む SWCC やっていきましょう。はい、じゃあまずは4つの戦術いきます。はい、まずはカウンターから。まあもう、おなじみ、カペール監督でございます。36万9964。だいぶギリギリを攻めております。
グロリオーソビアンコネロでございます。これが後半こうなります。カウンターはねだいぶ強くなりましたね。下がらないもんね、数字がね。そもそも5突してない選手が出てるぐらい下げてますよね。はい、というわけでもうちょっとだね。頑張れ。398,489ということで、もうちょっとで40万までいきそう。はい、次。そして今回、シャビとロナウジーニョで挑む SWCC。先ほど、ご突したシャビとロナウジーニョがいます。もっとちゃんとやったら、もっと数字が上がるかもしれないけど、今回はこれでご勘弁を。アクセサリーもまだ入れてないんでね。あと、どれぐらい ?1 万ぐらいは上がるかい?ね、まあ、5000かな。もうちょっと少ないかな。はい、現在は369,877でございます。芸術の養翼って読むんですか?ちょっとわかんないでーす。まあ、数字が下がってもね、選手交代はしようということで、こんな感じになっております。はい、38,1996まで伸びました。レイアールド選手に、監督の戦術は、シャビとロナウジーニョが5突する前は34万が限界だったんで、だいぶ上がりますね。この二人を5突しただけでこんなに上がるとは。はい、次。はい、ポゼッションのマルテタ監督でございます。百花裁縫の攻撃隊って読むんですか?はい、現在は368,732、アーセナルの選手、いなーい。これが、マグが取った選手たちは何人ごとできて、何人試合に起用されるのかっていうのはわからないんですが、今のところはホワイトとサカをごとして、まあ、右のダニー・アウベス、そして、右のウィングのフィーゴ、ここがホワイトとサカになるだけで多分数字は変わるかなと思います。その他はなんだかんだ言ってこれ、セレーゾ、ジーコ、ロナウジーニョ、ソクラテスで十分だよね。だから、今マグが頑張った方がいいのは、チアゴシウバが今これ5突してないんで、ウィリアム・サリバ、左サイドバックのジンチェンコ、左ウィングのマルティネンリを5突したら、結構やばいかもしれないね。ポゼッションが初の40万超え、十分にあるかもしれません。もっと出なさいよ、10% なら。はい、中央突破でございます。これももうずっとこれになってます。サジンの熱狂、スカニーレ監督でございます。ただ、バッジョを、ここで使ってた、ごとつバッジョを SSS のバッジョに足しちゃったから、中央突破1万ほど弱くなってます。現在369,654なんですが、後半はこうなります。やっぱり、バッジをやらなきゃよかったのかな。まあでもおかげでね、カウンターは強くなってるわけですから、まあ一個なしということで。まあ、年末年始は中央突破が来るんかな。どうなんだろうね。はい、こんな感じです。376,298。ちょっと数字が下がる交代もしているんですが、スタミナのことも考えて、交代しましょうということで5人交代になっております。というわけで、これで挑む、今回の SWCC にやっております。さあ、マグは、どんな成績なんでしょうか。まあ、エンジョイ勢ですから、50試合楽しめればそれでよし。じゃあ、行きます。おっと、マグは今、レジマをやろうとしたかい?レジマをやろうとしたんじゃないかい?ねえ、というわけで SWCC 行きたいと思います。ちょっとね、二次リーグ忘れててね、1時半ぐらいに気づいて大慌ててね、試合やりました。マグと同じリーグにいた二次リーグの方は、もしかしたら、あれ?マグさんやんないの?みたいな、心配した方もいるんじゃないでしょうかね。眼中にないかも。現在土曜日の今夜8時になっております。今はどう?ああ、でも、全勝はいないですね。
だいたいいつも6取りこぼしだけどどう？あ、まだこの段階で結構みんな取りこぼしてますね。あれ、今回結構難しいのかな？もうこの段階でこんだけ結構みんなつまずいてるところ見ると結構今回はチャンス？マグはだいたい10取りこぼしなんで、このままだと64以内入れちゃうよ。入れちゃうよ、いいの？マグみたいな人が入れちゃうよ。てか、強い人たちがみんな上行ったか。その可能性は十分あります。はい、じゃあ、サイドアタック行きたいと思います。ダイジェストで見る。ドン。いや、ほんとね、危なかったよね。いや、何やってたのかって言われちゃうと、あれなんですけども、朝からちょっとね、FC24 をやってたね、撮影をしてたらね、すっかり忘れましたね。いつもはそれをやる前にもうね、二次リーグ予選は終わらしとくものなんですけれども、なんかちょっと、感覚が狂ってしまいましてね、ちょっとやってなかったですね。危なかったですよ、ほんと。ちょっとレジマやろうかなって思って逆つくつけてよかった。この動画を撮れなかったかもしれない。ベンゼマ外すんかーい。今回サイドバルセロナの選手はシャビとロナウジーニョだけかと思ったけど、今デストが出てたんで、あれバルセロナだね。しかもあれだよ、みんなもらえたやつでね。おいおい、チェインだらけじゃないか。チェイン、チェインですよ。なんか全然入らないですね。お互い。はい、後半。あらららら、光プレイが出ちゃうかしら、これは。ヒゲがまたぐー。はい、決められてしまいました。マルコ・ファンバステン。後半からちょっとは強くなるんだっけ。ああ、サイドは逆に弱くなるんだ。あー、まあでもしょうがないか。頑張ってちょうだい。なんかヘナチョコヘッドバッジオ。ロベルトバッジオはヘディングシュートってのはあまりお目にかかれないもんですからね。おい、幸先が悪いですよ。いきなり一取りこぼしからスタート。まあ一番弱いであろうサイドだったんで、まあしょうがねえか。ちょっとね、一番弱いのよね、サイドがね。あ、でも一番弱いのはポゼか。勝たなきゃいけなかったみたいです。というわけで、10試合終わるとこまで一旦カット。勝たなきゃいけなかったみたいです。はい、というわけで勝ちました。3対1。10試合終わりました。結果はこんな感じ。7勝1敗2負けというわけでね、いきなり3取りこぼしからスタートしたってことは、このペースでいったらまあ無理やね。いつも通りのね、やっぱりね、9勝8勝ぐらい、まあ9勝はしないといけなかったんですけども、実は開幕、2試合ダメっていう状況だったんで、いきなり2分けからスタートしたってところから始まって、今連勝したところです。いやー、危ない。今回結構危ない。特にサイドがもう2分けか。はい、というわけでじゃあ今度はカウント。あ、でもちょっと数字がね、ちょっとマグの方が圧倒的に数字が上でございますが、こういう相手にサクッと解消させていただければ楽なんですけどもね。
さあどうなってるでしょうか。ちょっとね、今回のね、シャビとね、ロナウジーニョのためにね、ゴールドコインが必要だったんで、いろいろね、捻出しなきゃいけないなと思って、金の進化玉。おっと？誰だ？あー、ナイスボレー。ズキュン、ズキュン。はい、クリスティアーノ・ロナウド、あんまり見ないやつ。オーバーヘッド。だからね、ちょっとね、今回ね、結局200連分やってることになるのか？坂のための100連と、ね、坂のための100連、追撃のね、2回やってるんですけども、その時に手に入れた星3、星4は全部売却して、すぐにでも、ちょっとゴールドコインが欲しかったんでね、急ぎましたけれども。で、金の進化玉に関しては、あとね、10体ぐらいできるんで、500ぐらいゴールドコイン手に入るんだけど、星5進化が今ちょっとできなくって、金の進化玉だけじゃなくて、なんだろう、銀の進化玉かな？ちょっと何か足りなかったんですね。何かが足りなくて今ね、進化できないっていうことで、あれはどこで手に入れるんだったかな？あれか、先週あったワールドツアーのチケットで引くやつか。あれで多分手に入ると思うんで、ちょっといっぱいゲットしないといけませんね。いや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 、やってしまいましたよ。まさか進化できないとは。はい、というわけで勝ちました。ようやく勝ちました。カウンターの勝利、カウンターが唯一負けなんですね。さあ、じゃあまたあとは20試合終わるところまで一旦カット。なるほど。マグだけじゃないんだ。これは多分きっと全体的に試合の結果がおかしいんじゃないかなと。そういう風にしてマグの心を落ち着かせたいと思います。はい、というわけで今回は最後の試合引き分けになってましたね、今ね。はい、10試合はこんな感じ。13勝3敗4分け。7取りこぼしでございます。今の10試合だけで言うと6勝4取りこぼし。何かがおかしい。こんなに負けまくるってのはあまりないかな。ちょっと何かが起きているんでしょう。次行きます。なんだろうね、多分マグだけじゃないんだろうな、多分みんななんだろうね。だからさっき決勝トーナメントに行ける人たちの取りこぼし数が13ぐらいあったもんね。ちょっと13は多いよ。普通それぐらい取りこぼしてたら、あの位置にはいられないはず。まあ、まだ、丸1日残ってるんでね、まだ全部、成績が出たわけじゃないんで、最終的に成績が出たらいつも通りに落ち着くかもしれないけれども。2引き分け、あ、でもポゼッションか。やっぱり、マルケタさんの、アーセナルのチームが、3取りこぼしですか。で、今回は中央突破やらせてもらえなかったね、1回しか。中央突破は今のところ勝率 100%。いい成績です。そしてダイジェストで外すシーンも増えたね。何かもしかしたら運営ちゃんが内部の試合の何かをちょっといじったかもしれませんね。というわけで、マグのせいじゃないという結論に至りました。さあ、どうなんでしょう。ほら、これも 0-0 のまま推移しちゃってて。ほら、入らないハイライトが多い。こうやって
切り取られたところは大体入ってるけどね。なんか入らないシーンが増えたような。ほら、こんな感じで。で、0-0 なんだなぁ。はい、というわけで、また取りこぼし。もはや取りこぼしって言っていいのかどうかも怪しい。はい、というわけで、0-0 でした。また30試合終わるところまで一旦カット。この調子だと、結構勝率下がりそう。勝率6割ぐらいか。チャンスなのか、マグが弱くなったのか、周りが強くなったのか、何かがあります、何かが。はい、というわけでまた負け。いやいやいや、今回の SWCC は過去にないほどの手たらく。はい、というわけで18勝7敗5分け。これ下手するとそろそろ5分になる。ちょっと負けすぎ。はい、というわけで今回はなんと5勝しかできませんでしたね。そして4敗。いや、過去こんなに負けてるのないかもしんない。過去全部見ても一番負けてるので、あ、でもまだ最初の頃はね、しょうがないけどね。一番最初、51回カテゴリーが変更になった初っ端が15敗なんですけど、それ以降は7敗、8敗が多分一番多いんですけど、もう7敗。いや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 、ちょっと今回は不穏な空気が漂っております。はい、じゃあ中央突破、中央突破が一番強い、よろしく。中央突破が一番強いんだけど、中央突破が一番試合させてもらえてないのか。一番試合させてもらっているポゼッションが、あ、でもちょっと待って、サイドアタックやばくない？2勝3敗2分けって、シャビとロナウジーニョを5突して挑むって言ったのに、そこが一番弱い。あれ、バルセロナ弱い。単純にマグがバルセロナを選ぶってことは、相手が強いってことか。カウンターが強いってことかな、じゃあ。じゃあ、カウンターの戦術がそんなに今、結構いいのかな。なんだろうね。あ、いいな、ブカヨサカ使ってる。よし、ちゃんと入った。よし、ちゃんと入った。エムバペ。まあね、ちょっとね、今回はね、マグがね、ちょっとアーセナルをガンガン引いてしまったんで、あれですけれども、年末のガチャは一体誰が来るんですかね。まあ、今のトレンド的に言えば、ハーランド・エムバペはちょっと外せないとこですけどもね。そして、やっぱり、バロンドールは取ったんですから、メッシ、出ないとおかしいよね。ここら辺がちょっと来るのかなとは思うんですが、チームとか国別の編成はできないと思うんで、何が来るんですかね。フランス染めで来ちゃったらちょっとね、ジダンかアンリを気にしちゃうところですが、はい、というわけでよ、なんとか勝った、なんとか勝った。試合を移すときに限ってなんか、いまいち勝ってなかったんですけど、やっぱり中央突破は強いみたいです。というわけで、また負けまくるんでしょうか。40試合目まで一旦カット。ちょっともう12取りこぼしか多いな。また見に来てる。やっぱり成績悪いよね、みんなね。みんな悪いってことはそういうことなのよ。
はい、というわけで40試合終わりました。マグの成績はこちら。24勝9敗7分けということで16取りこぼし、過去最多。最後の残り10試合いきましょう。今の10試合も6勝しかしなかったので、かなりひどい成績のままでございます。いきましょう。サイドアタックダイジェスト。相手の強さも同じぐらいの強さだったんでちょっと心配な感じですかね。今回一番勝率が低いのがこのサイドアタックなんですが、あ、点取れてないな。あ、1試合平均 0.9 点。あ、ゴール取れないからだ。だから相手のカウンターがよっぽど強いのか。だけど光プレイは点が入る。光返しはないのでね。モハメド・サラー。お、チェインも出た。チェインも、でもこういうのがね出てくれればねやっぱりいいんでしょうけどもね。ほら、ごとつしたシャビとロナウジーノがようやっと光り輝いている。パスしちゃうの、そこ。今のはロナウジーニョ一人で行った方が。結構裏取れてるかな。はい、2点目。1試合平均 0.9 点のチームが頑張っております。ね、だから、サイドアタックが勝率3割か。これはちょっと勝ててなさすぎるかな。あ、決められたな。あれかな、デルピエロとバッジオがよっぽどいいのかな。みんな、やっぱり、取ったのかな。マグみたいに、10連で1体とか、そういう無茶なガチャはやってないだろうから。ね、本当によく出たな、本当に。あら、光プレイで返されてしまいました。さっきも見たな、これ。できれば、固有の光プレイを見せていただけると。マグの持ってない星5とかのやつはね、ちょっと貴重ですからね。そういうのがいいな。同点にされましたね。まあ、やっぱり、こういうところなんですね。あ、やっぱり勝てないんですね、サイドアタック。2点取って2点取られ返されましたね。ってことは後半、一応数字は上がってるけれども弱いってことか？ね、見事に、今回を象徴するかのような試合になっております。引き分け。50試合終わるところまで一旦カット。はい、というわけで最後は3対1で勝利しました。さあ、今回の結果はこちら。31勝9敗10分けということで、過去、今回のこの、なんだっけ、ダイヤモンドディビジョンになってからは過去最低の成績を収めてしまいましたよ。シャビとロナウジーニョで、ごとつで選ぶって言いながら、アクセサリーは装備させないわ。留学させてないわ。スキル入れてないわ。そらダメだよね。ね、ちょっとね、今回はね、あまりにも、坂とかね、いろんなことをね、やってたもんですから、シャビとロナウジーニョをね、育てることを全くやってませんでしたね。下手すると赤連携でもないかもしれない。まあ、そら無理か。はい、というわけで、勝ち点103か。うわー、ちょっと今回はひどいかもしれないですね。まあ、いたしかたなし。こればかりは、しょうがない。ということで諦めましょう。はい、というわけで、じゃあ、順番に見ていきますか。カウンターは8勝1敗1分け、勝率8割。非常にいい成績を収めたと思います。まあ、2取りこぼしなら全然いいと思いますね。はい、次、サイドアタックがひどかった。勝率 38%。やっぱり厳しかったか。
そもそもね、あまりちょっと、あ、でもシャビもロナウジーニョも赤レンケではあったんだ。38万までは行くもののってところか。ただ今後アクセサリーとか何かを足したらもっと数字上がっちゃうから、また誰かを下げなきゃいけなくなってしまう。そこら辺はちょっと歯がゆいですが、5勝3敗5分け、ひどい成績でした。そしてポゼッション、ブラジルだらけ。こちらに関しては、7勝4敗4分け、これもいまいちな成績でしたね。勝率は半分いきませんでした。ただ得点はね、サイドよりかはいいんですけど、ここもちょっとあんまり強くなかったんですが、ちょっとね、セレーズを一人に守備を任せちゃって、ジーコとロナウジーニョがだいぶ前に行っちゃってるからね。まあ、これあれなんだよな、コンボのせいもあるんだよな。こっから先はどうしますか、アーセナルにしますかね、ちょっとブラジルの選手たちがあまり出れなくなっちゃいますけど、まあしょうがない。そして中央突破、結構成績優秀でした。こちらスカニーレ、ずっと使ってるけど、これ一番安定してるかな。ちょっとトータル数字下がったんだけども、11勝1敗0分け、勝ち切れるのがすごいですね。勝率 92%。 いやー、勝ち切れるのがやっぱりいいんだと思います。点数もね、1試合平均 2.7 点ということで、非常に良かったんじゃないでしょうか。まあこれを踏まえて次回何かできるってわけでもないんですが、サイドとポゼがいまいちだったんで、まあシャビロナウジーニョ、そしてポゼッションはアーセナル、ここら辺をなんとかしていきたいと思います。今回の動画良かったという方はコメント、高評価、チャンネル登録していただけますと、マグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。 GB が4300になってますね。あと10連できますね。さらにあと10連分出せば星5確定で100連目までいけますね。ジェズスが出るとは限りませんが、次回お楽しみに。ではでは、今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。まあ、次回の時にはスカウト終わっちゃうから、事前に行くかもしれないよ。